フォントは本来同じサイズで書体デザインの同じ活字の人揃いを指す言葉だが現在ではコンピュータ画面に表示したり紙面に印刷したりするために利用できるようにした書体データを意味している金属活字の時代から書体の世界に関わっているものからはデータとしてのフォントはデジタルフォントとして区別して呼ばれることもある書体という言葉は 現在ではフォントを数える単位としても用いられるが、ここでは分けて考えることとする。左、明朝体の鱗、中央、明朝体、右、ゴシック体ラテン文字の三セリフ体とセリフ体フォントは、特定の書体の文字を内包しており、活字体やブロック体や筆記体など様々な書体ものが存在する。フォントを使う文字の種類の違いなどにより、 一つの書体に対し複数のフォントが用意されていることもある。一つのフォントにおいても異なる文字の種類の書体は統一されていない。例えばユニコードの数学用英数字記号では様々な書体の英数字記号が割り当てられており、これらは一つのフォントに含めることが可能となっている。また、よく混色される複数の書体をひとまとめにして、 フォントファミリーにするということが行われている。オーブン書体のフォントファミリーでは正体に加えて、ボールド体、イタリック体、ボールドイタリック体の用意されていることが多い。なお、日本語フォントでは、明朝からだとゴシック体のセットになっていることが多いが、これらは別フォントファミリーとなっている。セリフからだと三セリフ体かつ自体の代表的なものには、セリフのあるセリフからだと、 セリフのない三セリフ体が存在する。セリフからだと三セリフ体の中間はセミセリフからだやセミ三体と呼ばれる。オパンタイプのオパンタイプフォントバリエーションズ仕様を使ってセリフからだから三セリフ体まで連続的に変形できるようにしたフォントも存在する。コントラストセリフ体のようにコントラストのついた ヒューマニストサンセリフ体の一種セリフ体は一般的にコントラストがついている。明朝からだでは30から50%のコントラストが一般的とされる。伝統的なサンセリフ体にはコントラストがついていないもののコントラストをつけて人間味を持たせたヒューマニストサンセリフ体の一種も存在している。 一般的な明長体よりもコントラストを下げた横、太し明長体もある。ゴシック体のように横太な明長体には、周永横太し明長、TBO 太し明長及びその UD 版である、トバット明長などが存在する。その他の UD 明長フォントも非 UD 版より応線が太いものとなっている。コントラストのバリエーションが用意されているフォントも存在している。 これには例えば、タイポス、TP スカイ、TP スカイラウンド、TP 明朝、はじむみん、アドビベリアブルフォントプロトタイプなどがある。逆コントラスト書体と、純コントラスト書体コントラストを逆につけた、逆コントラスト書体というオーブン書体も存在する。和文書体でもタイポス系書体の太さを反転させたようなファンテール体がある。 ラウンドと隅丸とにじみゴシック体の角を丸くした丸ゴシック体は広く普及しており、ゴシック体フォントのバリエーションの一つとして丸ゴシック体のフォントの用意されているフォントファミリーが多い。タイポス系書体の角を丸くしたフォントもある。角の全体ではなく角の隅だけを丸くした隅丸角ゴシック体もあり、隅丸角ゴシック体は鉄道やデザイン雑誌アクシスなどに使われている。 丸ゴシック体と隅丸覚ゴシック体の両方のフォントを用意しているフォントファミリーも出てきている。また明朝体の角を丸くした丸明朝体や明朝体を活版印刷のように滲ませた滲み明朝体も登場している。下駄一般的なゴシック体には下駄がつく一方、一般的な丸ゴシック体には下駄がつかない。ただしゴシック体でも UD フォントでは 下駄のついていないものが多い。また、丸ごしック体にも下駄のついたものが存在する。筆記体と毛筆体、筆記体や毛筆体には、イタリック体、スクリプト体、教科書体、行書体、創書体などが存在する。金属活字の時代より、スクリプト体の活字や連綿体の連綿活字は存在していたが、 組み合わせによって活字が変わるため仕様が複雑であった。オパンタイプフォントでは、フィーチャータグにより文脈依存アザー型、標準号字任意号字などへと対応しているため、スクリプト体や連綿体の仕様が容易となっている。近年では、畜子球苗蝶や、道草など、苗蝶体と、筆書き体の中間のようなフォントも登場している。モダンと、トラディショナルとオールドスタイルと、 未来風セリフ体のオールドスタイルとモダン未来的な印象を持つジオメトリックさんセリフからだと送迎隊、モダンなネオグロテスクからだとトラディショナルなグロテスクサンセリフ帯トラディショナルな日本語書体の特徴には懐の狭さがあり、モダンな日本語書体の特徴には懐が広さがある。トラディショナルの特徴とされる懐の狭い名帳。 体には本苗蝶と、その派生の MS 苗蝶、HG 苗蝶、流民、畜死苗蝶などがある。また、懐の狭いゴシック体には、中ゴシック BBB、岩田ゴシック、畜死ゴシック、ゴシックメガバイト101などがある。モダンの特徴とされる懐の広い苗蝶体には、平成苗蝶、小塚苗蝶、はじむ民などがある。また、 懐の広いゴシック体には信号や小塚ゴシックなどがある。その他、オールドスタイルの書体も存在する。オールドスタイルの書体は、大きさなどが揃っておらず、癖の強いものとなっている。オールドスタイルの明朝体には、畜生オールド明朝、ゼンオールド明朝、A1 苗朝、修営明朝、S 明朝、岩田明朝対オールド、 キザハシ金漁、海民中、丸目オールド、ク紫アンティーク名朝、天名朝などがある。オールドスタイルのゴシック体には、岩田ゴシック体オールド平らの各ゴールドなどがある。大正ロマン、昭和モダン、西洋レトロを意識したレトロモダンな書体も存在する。これには、ダイナフォントのロマン風書体シリーズ、MPC の昭和モダンカラダ、タイプバンクの赤のアリス、 コントワークスのパルレトロン、四角デザイン研究所の黒苗蝶や G 苗蝶、各種シネマ書体などがある。英語のセリフ体にもオールドスタイル、モダン、その中間体であるトランジショナルが存在する。サンセリフ体にもトラディショナルなグロデスクサンセリフ体と、モダンなネオグロテスク体が存在する。また、未来の印象を持つ書体も存在し、 未来を印象づけるブランドや未来が舞台のコンテンツなどで使われている。オーブンではユーロスタイルや風面などのジオメトリックサンセギフ体が相当する。和文では送迎体が使われている。なお、ここで言う古い新しいはスタイルのことであり字型とは関係しない。漢字や座型の古い新しいについてはオパンタイプフォントが フィーチャータグにより、旧字体、印刷標準字体、JIS78 字型、JIS83 字型、JIS90 字型、JIS2004 字型の切り替えを可能としている。また数字や座型の、古い、新しいについてもオパンタイプフォントが、フィーチャータグによりライニング体とオールドスタイルのノンライニング体の切り替えを可能としている。また、オプンタイプフォントでは、フィーチャータグのソルトタグと、 スズタグにより、任意の代替スタイルアザ型への切り替えが可能となっており、古い字型と新しい字型を含めた様々な字型に切り替えられるフォントが存在する。トラディショナルな書体とモダンな書体の乖離が大きい言語も存在する。例えば、タイ文字ではトラディショナルな書体がループ付きの文字な一方、モダンな書体がループなしの文字となっている。 両者の乖離が大きいため、両方の書体のフォントを提供する多言語、フォントファミリーがある。ユニバーサルデザイン一般ゴシックフォントと UD、ゴシックフォントの比較。ユニバーサルデザイン書体とは、誰にでも読みやすいようなデザインの書体のことであり、UD 書体のフォントは、UD フォントと呼ぶ。例えば数字の、6、9や、8、3は、フォントによっては、非常に判別がしづらい。 このような読みづらい文字を判別しやすいようにしたのがユニバーサルフォントである。UD フォントは見やすさのため多くが懐の広いモダンな書体となっている。また、下駄のついていないデザインが多いものの、下駄のついてるデザインの書体もある。ゴシック体の UD フォントには UD 新号、トバットゴシック、岩田 UD ゴシック、岩田 UD 新聞ゴシック、みんなの文字ゴシック、 UD 覚悟ラージ、UD 覚悟スモール、ひらぎの UD 覚悟、ニュード元ヤシーダ、UD、元ヤ新聞ゴシック、UD ゴシック体、NIS、UD ゴシックなどがある。丸ゴシック体の UD フォントには、UD 新丸トバットマ丸、ゴシック、岩田 UD 丸ゴシック、UD 丸ゴラージ、UD 丸ゴスモール、ひらぎの UD 丸ゴ、ニュード元ヤマルベリ。 u d マルゴシック体などがある。明朝体の UD フォントには、UD はじむ民、とばっと明朝、岩田 UD 明朝、岩田 UD 新聞明朝、みんなの文字明朝、UD 明朝、ひらぎの UD 明朝、ニュード元谷明朝、UD、元谷新聞明朝、UD 明朝体などがある。UD のタイポス系書体や UD の教科書体も登場している。 学産フォント学産フォントとは、文部科学省の学習指導要領が定める代表的な時計に準拠したフォントのことである。既存の書体をベースに制作されるフォントで、主に文字の学習段階である小学生向けの教科書などに使用される。また最近では、年齢層に関係ないものでも使用される例がある。また、教科書体においても、 デザインを重視し、代表アザ型との差異があるものについては、学産フォントが使用されているものがある。代表的な学産フォントとそのメーカープロポーショナルと、モノスペースそれぞれの文字の幅が統一されているフォントを、等幅フォント、そうでないフォントを、プロポーショナルフォントと呼ぶ。一般にプロポーショナルフォントの方が自然で読みやすいと、されるが、初期のデジタルフォントでは、技術的制約から、 等幅フォントが対応された。日本の文字コードやユニコードには、半角英数と全角英数の両方の文字が含まれているが、プロポーショナルフォントには、半角英数のみがプロポーショナルで、全角英数が等幅となっているものがある。また、ユニコードの数学用英数字記号には、等幅のアルファベットが含まれている。オパンタイプフォントでは、フィーチャータグにより、 全角あざ型、半角あざ型、プロポーショナル字型の切り替えが可能となっている。数字用のフィーチャータグも存在し、等幅数値あざ型とプロポーショナル数値あざ型を切り替えることが可能となっている。また、文字詰めもタグによって可能となっている。ウェブページでは CSS の本とフィーチャー、セッティングスプロパティにそれらタグを指定することで等幅とプロポーショナルの 切り替えが可能となっている。一部のトルータイプフォントファミリーでは、等幅フォントとプロポーショナルフォントが別個に提供されている。一部のフォントファミリーは、等幅フォントの名前が無印となっており、プロポーショナルフォントの名前に P が入っている。一部のフォントファミリーは、等幅フォントの名前に等幅が入っており、プロポーショナルフォントの名前が無印となっている。 横軸は正体とブラック体、縦軸はコンデンス体と正体とエクステンド体コンデンス体はスペースの少ない箇所で多く使われており、またエクステンド体は新聞の本文用に使われていた。活版印刷では専用の活字が用意されており、社食ではレンズにより変形処理が行われ、ワードプロセッサではデジタル処理により縦倍角化、横倍角化が行われていた。 その後、長体や平体に最適化したフォントも登場している。オパンタイプフォントでは、フィーチャータグにより、全角アザ型、半角アザ型、1、三角アザ型、1、四角アザ型の切り替えが可能となっているものの、対応も辞書は少ない。また、オパンタイプには、オパンタイプフォントバリエーションズという仕様も存在し、WDTH 軸タグを使って、 幅を連続的に変えられるようにできる。フォントにより縦組横組両用向け、縦組向け、横組向けが存在する。Adobe Japan 一対応のオパンタイプフォントは、横組用、縦組用の両方のグリフを含んでいる。オパンタイプフォントには、縦組用字型へと切り替えるためのバートタグが存在する。また、オパンタイプフォントには、 横組用仮名へ切り替えるための白なタグと縦組用仮名へ切り替えるためのベクなタグが存在し一部フォントは縦組用仮名と横組用仮名の両方を含んでいる縦組用と横組用で別のフォントとなっている書体も存在する大仮名はラインが揃うものの小仮名の方が日本語の可読性は高いとされる一部のフォントファミリーは 大金フォントと小金フォントの両方が用意されている。一般的な日本語フォントには和文書体だけでなく、従属欧文書体も付属しているが、フォントに含まれる和文書体と従属欧文書体には、書体の印象差が存在している。今色では、一般的に和文と従属欧文の調和融合が良いとされているが、有名調など和文と従属欧文に、 あえて印象に差をつけたフォントも存在している。また、和文がセンター揃えであるのに対し、オーブンがベースライン揃えであるため混ぜ書きでは、初体感でうまく調和を取る必要があり、例えばオーブン初体のベースラインを下げて、X ハイトが高くなるよう長体をかけて、和文初体との調和を取ったフォントや、和文初体のベースラインを上げて、 枠に収まるよう平ら体をかけて、オーブン書体との調和と取った、フォントなどが存在している。多言語のテキストを表示、印刷する場合、異なる書体の混色が行われてきた。また、フォントエンジンには、フォントにかけているグリフを別のフォントで補う、フォントフォールバック機能や、フォントリンク機能が搭載されているものもある。対応文字種フォントはそれぞれ対応文字種及び、 対応言語が異なっており、一つのフォントファミリーに複数の異なる文字種のフォントが含まれているものも存在する。オーブンフォントファミリーでも昔は地域ごとにフォントが分かれていた。例えば Windows95 の他国語サポートでは、西ヨーロッパ諸語、中央ヨーロッパ諸語、バルト諸語、キリル諸語、ギリシャ語、トルコ語でフォントが分かれており、 マイクロソフトはこれらの文字すべてを包括するグリフセットとして Windows グリフリスト4を定めた。また WGL4 に似たコンセプトのグリフセットとしてワールドグリフセット1及びそれにベトナム語やヘブライ語を追加した W2G も存在し一部のフォントベンダーはこちらを実装している。一方、Adobe も独自にラテングリフセットを定めている。Adobe ラテン1は 西ヨーロッパ書語のみであり、アドビラテン2はそれに数学記号を追加し、アドビラテン3はそれに中央ヨーロッパ書語を追加し、アドビラテン4はそれにベトナム語などを追加し、アドビラテン5はそれに国際音声記号などを追加している。なお、キリル書語のグリフセットはアドビスリリック1から3で、ギリシャ語のグリフセットはアドビグリーク1から2で定められている。 近年は日本語及び中国語を含む多言語のフォントファミリーも登場している。例えば組み込み機器だと Android はロボットノトサンズ CJK を PlayStation4 は s s t フォントを Nintendo Switch は UD 信号を採用している。オパンタイプフォントではローケルタグによって同じコードポイントでの言語ごとに異なるグリフを一つのフォントへと詰め込むことが可能となっており、 これにより、漢字の日本アザ型、中国アザ型、台湾アザ型、香港アザ型、韓国アザ型、マカオアザ型のすべてに対応することができるものの、対応アプリケーションはまだ少ない。そのため、Adobe はフォント共通のデータを共有して、ファイルサイズを小さくしたフォントコレクション形式のスーパー OTC で多言語フォントのソース反産図、セリフを提供している。 フォントには、祭字から太字まで様々なウェイトのフォントが存在し、フォントファミリーによっては一つの書体に対し複数のウェイトのフォントが用意されている。対応する JIS 格はは JISX4161。日本語のウェイト名は JISTRX0003-2000 より。 CSS 規格にも一般的なウェイト名として記載されている Windows の一部の実装系は OS にテーブルのウェイト名に加えてエクストラブラックを実装している。なお、o p ン n t y p e の PCL ストロークウェイトではマイナス7から7まで存在するものの広く使われてはいない。また、o p ン n t y p e には o p ン n t y p e ントバリエーションズという仕様も存在し、 WGHT 軸タグを使って、ウェイトを連続的に変えられるようにできる。これに対応する日本語フォントとしては、源の角ゴシック VF が存在する。重ね丸ゴシック体のような食い込ませ、書体も存在する。車体には、イタリック体とオブリック体が存在し、オーブンでよく使われている。また、日本語でも広告などに使われることがある。 オパンタイプフォントではフィーチャータグによりイタリックアザ型への切り替えが可能となっている。またユニコードの数学用英数字記号にはセリフ及び3セリフのイタリック体のアルファベットが含まれている。オパンタイプにはオパンタイプフォントバリエーションズという仕様が存在し SLNT 軸タグを使って傾斜角度を連続的に変えられるようにできる。小さな文字は 潰れたり見分けが難しくなったりするため、文字サイズにより複数のデザインのあるフォントが存在する。例えば Adobe の Opuntype フォントでは、キャプション、レギュラー、サブヘッド、ディスプレイのバリアントが用意されている。また、Opuntype には Opuntype フォントバリエーションズという仕様が存在し、アプススジクタグを使ってオプティカルサイズを連続的に変えられるようにもできる。 日本語では漢字等にルビを振ることが行われているが一部の日本語のオッパンタイプフォントはフィーチャータグによりルビオ用字型への切り替えが可能となっているルビオ用自体では小書き仮名も標準サイズとなる標準仮名とルビオ用仮名でデザインが異なるフォントも存在するモダンなフォント形式ではグリフに多数の色を入れることが可能となっている これは主に絵文字で使われているが、普通の文字でも色を使うことができる。普通の文字で色に対応するフォントとしては、ギルバート、ユートピアン、トレイジェンカラーなどがある。ビットマップフォントビットマップフォントのレイドットの組み合わせで文字を表現したフォントで、コンピュータの初期には、容量の節減お及び、描画速度の確保のためビットマップフォントを利用した。 日本語文字においては、当時はフォントをすべて記憶するには、記憶容量が少なかった上に、かといって、蓄字必要なフォントを、フロッピーディスクドライブから読み出すのも、速度的に問題があるので、漢字ロムにビットマップフォントを格納して運用されることが多かった。現在でも、スケーラブルフォントからビットマップフォントを生成するとき、 文字が小さいと線間の調整ができずに潰れて読めなくなってしまうことが多いために小さな文字ではビットマップフォントが使われることもあるがフォントヒンティングで対応することもある8ドットサイズの英字、カタカナ文字が利用できるフォント400ラインのディスプレイの普及や漢字が扱えるようになり16ドットサイズのフォントがコンピュータに搭載されるようになった 印刷では、ワープロを中心に一部で24ドット、48ドットなどのフォントも利用され始め、データサイズの増大から、スケーラブルフォントへ移行していった。スケーラブルフォント線の位置や形、長さなどで文字の形を作るため、拡大縮小しても、ビットマップフォントのように字型に影響がない。そのためスケーラブル、拡縮自由などと関される。拡縮自由なフォントとしては、 ストロークフォントやアウトラインフォントがある。ストロークフォント文字の形状を中心線だけの情報で保持するフォント形式。線の太さなどは扱わないためデータ量は軽く、かつ出力デバイスの解像度に依存しない。カナダドルシステムやプロッタなどで使用される。なお、ストロークフォントという言葉は文字をストロークごとに分解して管理する作成。 生成、管理システムや派生した形式を指すこともある。アルファブレンドの3次、ベジェ曲線で構成され、筆順を持つストロークフォントは ASP で利用可能である。アウトラインフォント文字の輪郭線の形状を関数曲線の情報として持つフォント形式。実際に画面や紙に出力する際には解像度に合わせて、 ビットマップ上に塗りつぶすラスタライズが必要になる。日本ではワープロや DTP を中心にアウトラインフォントの利用が普及し、VG ウィングが普及したために、コンピュータ画面でもスケーラブルラインフォントの利用が広がった。バリアブルフォントフォントの太さ、幅、傾斜などが可変のアウトラインフォントである。バリアブルフォント登場以前のフォントは、基本的には拡大と縮小のみであったため、 フォントの太さ、幅、傾斜などが異なるスタイルのフォントを個別に用意しなければならなかったのに対してバリアブルフォントではそれらが可変であるため単一のフォントファイルで複数のスタイルに対応できフォントのファイルサイズを小さくできる。フォントコレクション形式アウトライン形式ビットマップの埋め込みができる形式も多い。 ストローク形式ビットマップ形式合成フォント形式 Windows で合成フォントを使うためには OS のレジストリに登録する必要がありレジストリへの登録を自動化したレギュラーファイルが付属するフォントもある Linux ではフォンテッキンフィグのカンフファイルを使ってフォント合成が可能1著作権法2条1項1号は思想または感情を 創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを著作物と定めるところ、印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となりうる。 美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。この点につき、印刷用書体について右の独創性を緩和し、または実用的機能の観点から見た美しさがあれば足りるとすると、この印刷用書体を用いた小説、論文等の印刷物を出版するためには、印刷用書体の著作者の氏名の表示及び著作権者の許諾が必要となり、 これを複製する際にも著作権者の許諾が必要となり、既存の印刷用書体に依拠して、類似の印刷用書体を制作しまたはこれを改良することができなくなるなどの恐れがあり、著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的に反することになる。また、印刷用書体は、 文字の有する情報伝達機能を発揮する必要があるために必然的にその形態には一定の制約を受けるものであるところこれが一般的に著作物として保護されるものとすると著作権の成立に審査及び登録を要せず著作権の対外的な表示も要求しない我が国の著作権制度のもとにおいてはわずかな際を有する無数の印刷用書体について 著作権が成立することとなり、権利関係が複雑となり、混乱を招くことが予想される。民衆第54巻7号2481ページウェブサイトで用いられる書体は CSS のフォント、ファミリープロパティによって指定され表示される。CSS で指定できるフォントの種類を一家に示す。フォントは表示する、クライアント環境にインストールされているか、 ウェブサイトをロードした際にウェブフォントとして同時にフォントファイルを読み込むことが前提となる。このことから同じ CSS の指定でも閲覧環境の OS やブラウザーにより表示が異なる。ウェブフォントは閲覧環境に存在しない書体を表示するためにウェブサイトと同時に読み込まれるフォントである。ウェブフォントは幅広いブラウザで表示することができるため デバイス間の文字表示の異を吸収する役割をもたらす。また、画像による文字の表示よりもセマンティックにコンテンツを表現することができる。そのフォントファミリーの基本の書体・車体とイタリック体は厳密には異なり、車体はオブリーク体と呼ばれる。イタリック体を太字にしたもの、このようになる。エストニア語を含むのでバルト語派ではない。 ありがとうございます。